喋りなさい。岩飛び高校水泳部マネージャーの皆さん、フリフリ。岩飛び高校水泳部副部長、七瀬はるか役、島崎信長です。そして今回のゲストはこちらの方です。どうぞ。マネージャーの皆さん、はじめまして。フリフリ、鮫塚学園水泳部1年、三越島桃太郎役、鈴村健一です。はい、すごい初々しい挨拶で、フリフリっていう挨拶がもう挨拶なの。1年前の時からずっとやってる挨拶でございます。はい、よろしく。フリフリなんで、あ、よろしくお願いします、うん、今回なんと初ゲスト。え、あ、俺がね。あ、びっくりした。この番組かと思ったわ。俺が初めてね。はい、あ、そうそう、初めて。初めてよ、はい、俺初めて。2期からですもんね。うん、そうなのよ。そう。1期いないから、それはゲスト呼ばれない。1期出てないのにゲスト呼ばれたら、もう変な人じゃない。すいません、僕が悪かったです。ということで、今日は、鈴間さんと桃太郎についても、なんか話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。わかった。はい。では、まずは、ダブルアップをお届けします。ダブルアップとは水泳用語でウォーミングアップのことです。うん、青鬼プロダクション所属、島崎信長がどんなメールにもお答えします。マジで？マジです。すげえな。はい、この青鬼プロダクションと僕が名乗らされているときは、うん、なんか無茶ぶりにも答えなきゃいけませんよという合図になっています。そういうことだよね。はい、うん。事務所の看板を背負えてるのかわかりませんが、頑張ります。うんうん、はい、今回はイベントについてのメールです。はい。はい、全国大会の応援に駆けつけたい系女子マネージャーからいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとう。信長さん、鈴村さん、フリフリです。フリフリ。私は普段アニメを全く見ないのですが、たまたま見たフリーの PV に惚れて、うん、2期からテレビに食いつくようにして見ています。1期は見てないんだ。そうですね、多分でも振り返ってもしかしたら後から見てくださってるんですけど、うん、そうやな。でも2期からのファンってありがたいですね。そうなんだね。はあ、で1期のもちろんイベントなどには参加することができなかったので、ぜひまたイベントを開催してほしいです。信長さん、鈴村さんはイベントをするとしたら、うん、今度はどんな内容にしたいですか、もしくはどんなイベントを開いてくれますか。まあ、今度はって言っても鈴村さんはね、うん、俺は出たことないよ。そうなんです。なんで1期は出てないから。すみません。でもこういうメールをたくさんいただいておりまして、うん、イベント関係ので、ついに発表されました。リンちゃんで瀕死ナウマネージャーからいただきました。生きて。でもいいよ、死んでも瀕死していいよ。ダメだよ、生きなきゃ。アニメ見て生きなきゃ。ダメだよ。日々を生きる活力にしてください。僕カプリコ食べまーす。先輩、紹介します。うん、信長さん、鈴村さん、こんにちは。こんにちは。スペシャルイベント開催決定おめでとうございます。おめでとう。来年の3月まで待ってませんよ。来年の3月なのね。はい、先でございます、うん、前回行けなかったので今回こそは絶対行こうと思います。ちゃお、はい、死んじゃダメだし。結構適当ですね。そんなことないよ。大丈夫ですか、うん、いつも通りで。はい、なるほど、うん、あ、野村さん、うん、ちゃんとイベントの際には蝶々型ニップレスを着用してくださいね。はい、実は去年からの振りでございまして、うん、春の背負い風が感じられる来年の3月に信長さんのニップレス装着姿楽しみにしていますねというメールだったんですが、寒いよ裸は。脱いだんですよ、僕一気のイベントで。だからか、君はなんか水着着てアフレコとかなんか打ち上げとかすぐプランと出すもんな。やめてください、なんか違うものでペローンって違うもので出ますよね。ペローンはしない、ペローンはしない。それでみんな言ってんのか、現場でよう言うてるやん、その水着水着って。そうなんです、このイベントで脱いだん。そう、だからこのイベントの前から現場で何度かすでに、うん、ご会長じゃないや、披露はしていたんですけど、うん、自分で言ってるやん、ご会長。俺が言わんようにしてたのに。披露はしていたんですけど、うん、披露ってもう別の意味に見えてきたよ、その披露。いや、一番ひどかったのは、うん、事務所の先輩の女性の佐藤さとみさんがね、うんうん、花ちゃん役の、うんうん、佐藤さんが座ってる横のマイクで、うん、先輩に脱げよ脱げよって言われて、うん、ちょうど先輩の女性の先輩の目の前で僕は水着のあれを出して、うん、ってなってって。ちょっと待って、水着のあれってなんだよお前。いや水着を見せたんだろお前は。すいません、なんであれなんだよ。自分でなんでそのさ、そっち行くんだよ。今狙ってなかったんですけど、水着のあれを見せたの。水着を見せました。水着を披露して、はい、そしたら鶴岡さんから、うん、はい始まるよって直しのあれが来て、僕はマイクの前ですげえガチャガチャしながらやるっていうような経験をしてきた一期だったんですけど、実際中野サンプラザで去年も、うん、イベントをやりまして、うんうん、その時にも、まあ、僕が脱いだっていうのもあり、うん、そこでまた蝶々型ニップレスをぜひつけるみたいな話もあって、実はもう僕ん家に事務所から、うん、僕の青鬼プロダクションから届けられた蝶々型ニップレスがあるんです、ね、事務所が支給してきてるの、それ本当に支給してきたんです。うちの事務所バカなんです。だって絆創膏とか貼れよって言って届けられたり、うん、あ、やるならやっても裸なってもいいけど、隠すとか隠しなさいと青鬼プロさんは言うわけだ。そうですね、隠すところは隠せなのか、うん、面白いからとりあえずやらせたかったか分かんないですけど、そんなまあイベントがありまして、うん、